成功への過程で誰よりも失敗と向き合い、思考を巡らし、自分自身と向き合い続けてきたトップアスリートたち。そんな彼らの自分らしさの本質に迫る Be True。 また違うサッカーに触れ合えるのは、まあ、嬉しいことだなとは 思いましたけど、トップレベルでトップレベルのチームでプレーするんだったら、もう前は無理っていう話をずっとしてて、僕がラチオで一番90分出て走ってた時は 13.7 キロぐらい走ってたんですよ。すごいやんか。息子のこの幼稚園とか友達とかそっちを結構気にしてたんですけど、多分ちょっと自分が描いてたキャリアとはもしかしたらちょっと違うかもしれへんけど、はい、どういうキャリアを積んでいきたいとかはあるか。まあ、自分自身がこうずっと小さい頃からサッカー始めてきた夢の一つがチャンピオンズリーグ優勝っていうのがあって、はいはい、まあ、今回でまあそれがやっぱり少しずれてしまって、はいはい、ただやっぱりこう、まあ、プレミアでいい成績残せれば、うん、まあ、それこそ本当にどこにでも行けるだろうし、まあ、僕自身がこう一つ目標としているのは次のワールドカップまでしっかりクリスタルパレスでいい成績を残せるようにして、はいはい、まあ、最後もう一個大きいチームに行けるのか、まだやったことないスペインのリーグでやってみるっていうのも一つのこう最近では目標にもなってるし、プレミアリーグでまあどれだけ自分ができるかっていうのが、まあ、すごい大事になってくるかなというふうに思います。その行ってみたい、プレーしてみたいチームとかっていうのはある？自分が入ってですか？そう。いや、もうそれはもう僕ら世代は多分僕らが育ってきた時はもう完全にバルセロナだったんで、やっぱりあのティキタカ、バルサがこうここ最近多少良くない時期があったとしてもバルセロナはバルセロナだと思うんで、ね、バルサでやりたい。いや、まだ分からんやろ。まだ遠藤はだって30でリバプール行ってんねやから。まああれは夢はもちろんあるなと思いますけど、まあそこをあんまり考えるっていうよりはやっぱりまずはパリスでしっかり結果出さないと。そうですね。でワールドカップもまだ分かれへんもんな。そうですね。今回はやっぱりもうワールドカップ、前回まではそこまでそこを気にしてなかったんですけど、前回大会出てからはやっぱり次のワールドカップっていうのはすごい自分の中で一つ重要視してて、年齢的にもね、だし、まあ前回もすごい悔しい思いしたんで、だからパリスで1年良くて例えばどっかに行けるチャンスがあっても、うん、ワールドカップのことを考えたときに、まあ、ね、もう1年やった方がいいかなって思うようになったりだとか、はいはいはい、チャンスあったとって試合にな使ってもらわれへんかったらな。そうですね、きついもんな、はい、何歳までサッカーをやりたい？まず、まあ、それよりまあ、とりあえずヨーロッパで何、あとどれぐらい、そうか、ヨーロッパで終えたい、長谷部みたいに。いや、あらはちょっと特別やけど、僕はいや、これは明確にこの感じが続いてるんだったらサウジとかに、あ、最後ね、行ってちゃんとお金稼いで終わりたい、うん、ああ、まあ、日本できるんだったら1年こう、ね、家族とか友達とかにこう、そう、ね、まあ、プレーしてる姿をね見せたいし、はいはい、っていうのはありますかね。ヨーロッパはいいレベルでやれるんだったら残りたいと思いますけど、ね、まあ、そんなに長くやりたい欲は僕はあんまりないですね。ないね、ヨーロッパ、はい、人風邪ひきしてサウジで、まあね、この感じが続けばな、ない話じゃないかな。サウジはまあそれこそ毎年のようにこの1年契約してたんで、フリーのタイミングでも散々あったんですけど、やっぱりこの年齢でお金に走るのは、まあ、僕は違うと思う。まだね、まだちょっとな、20代後半ではまだちょっと早いよな、うん、で最後、まあ、できれば日本でやりたいと思う。そうですね。でも、まあ、サッカーやめてからそれこそ監督やりたいっていうのも一つあるんで、そのまあヨーロッパみたいな感じでサッカービジネスをしたくて、あ、はいはい、若い選手を買って高く売って、そう、売るっていうサイクルを作りたくて、まあ誰かがやり始めたら多分やらなくなると思うんですけど、なんかやるにしても一番最初にやらないと意味ないじゃないですか。だから、まあ、それは今は考えてますけど、まあ、将来は分かんないです。まあそれは分からない。サッカー選手として成長していくために一番必要なこと、どう？
サッカーがめっちゃうまいとかそのフィジカルがめっちゃあるとか僕自身思ってなくて、僕自身の強みっていうのはやっぱりこのこうまくいってない時にやり続けられるかとか、はい、そういう芯の強さっていうのが、まあ、僕自身も他の選手よりもあると思ってるし、はい、あると思うんで、まあ、そういう部分がやっぱ人としても強くなれてるところだと思うんで、まあそこがやっぱりすごい大事かな、ね、メンタルの部分ね、はい、上手いやつなんてマジいくらでもいるもんな、まあもう上見たらキリないじゃないですか、全然無名なやつでもめっちゃ上手いやつなんかいくらでもいるしな、はい、まあ自分の息子にもよく言うね、言います、なんかもう本当に現代っ子だからか分かんないですけど本当にすぐ諦めるんですよいやけど多分同じぐらいやねんな、上の子が、うちももうすぐ4歳5歳やけど、はい、すぐ諦めるで、本当にすぐ諦めるんですけど、自分より足速いやつおったら諦めるもん、はい、なんでリフティングこの間一緒に、まあ、バウンドさせながら50回続けようって言った時に絶対無理って言っててずっとしょげてたから無理やりできるまでもう何時間でもやったろうと思って一緒に頑張ってやって50できて、すごいよ、一緒にめっちゃ喜ぶっていうのをやりました。分かったかって、これやねんってこれが大事なんやつ、まあ、英才、ある意味英才教育やけど、はい、今日はこの後ろの車を用意してるんで、せっかくやから俺がちょっと運転させてもらうんでちょっと乗りながらお話でもしましょうか。よろしくお願いします。お願いします。いやいやいや、すみません、なんか運転いやいやいいよさせてもらって、めちゃめちゃ緊張するけどなどう乗り心地は。乗り心地はいいっすね。なあ、はい、めっちゃ静かね静かっすね、本当に。電気自動車乗ったことある？ないです。喋りやすいですね。喋りやすいけどな家族でドライブとかはしたりするの？ドライブはまあテクニック行ったりすることはありますけど、あんま飛ばさへん。子供ができてからそうもう真ん中車線走るようになりました。ドイツな、ドイツちょっとバグってしまうもんな、めっちゃ遅い。120でも遅く感じてもらう。120一番遅いレーン走んないとダメなんでドイツだけど家族できてから全然もう、はい、飛ばし屋ではなくなったと。いや、もともと飛ばし屋ではないですけど、東京とか運転車でずっと移動してるんですか？車移動、東京車移動とかもう最悪なんじゃないですか？そうだから大きい車とか結構きついよね、駐車場とかもやし、うん、でも日本はもう片仮名にあの割り込みさせてくれないじゃないですか。そうね、イタリアは入ったら入れてもらえるんですよ、強引に行ったらね、はい、日本は絶対入れてくれないじゃないですか。そんなことないやろ。入れてくれ、大阪はね。日本はちょっとみんなあれやなと思う。優しくない？優しくないです。僕の家は割と僕だけじゃなくて奥さんも結構運転できるので。あ、奥さん運転する、はい、いや、イタリアもでも運転してる。ゴリゴリしてました。すげえや、全然できてました。はい、なんかまあ田舎出身なんで車でずっと移動してたんですよ昔から。なんで今年がすごい忙しかったんですよ、ラツィオが。あの週に2試合3試合あったんで、あ、はいはいはい、チャンピオンズがあって試合数も多くて、家におらんことが多かったと、はい、なんで奥さんが息子の、あの幼稚園送り迎え結構してくれてたんで、はいはい、なかなか友達とかできへん。いや、もう友達は全然無理ですよ。まあ、息子が仲良くしてくれてたお父さんお母さんとはちょっとまあ喋ったりは。日本人？いや、イタリア人。ああ、じゃあでもラツィオファンとかだったんですよ。ああ、なおさらきついな、はい、イタリアは本当になんかドイツと違って本当にいろんな文化が違って、ドイツってサインとかもかばって終わりじゃないですか、はいはい、イタリアはビデオメッセージ言ってくれめっちゃ多いんですよ。しかもなんか誕生日おめでとうとかなんですけど、おめでとうしか言うことないじゃないですか。知らん人の一言言うなら知らんやつやろ毎回それをやれって言われて僕たちなんか練習場入れなかったんで駐車場の前にずっと人待ってるんですけど、はいはいはい、なんか外から写真一緒に自分で撮ったいのに携帯パッて渡されて、
自分で自分撮るってこと。そう、自撮り一緒に撮ってくれみたいな、インカメ。そう、俺らが撮らなあかん。これイタリアって当たり前なんかな。フランクとかの方がまあ少なかったっす。フランクフルトな、別に誰でも来れる環境、誰でも入って見れて。僕らも今あれなんですよ、自転車でフランクフルト練習場まで行くんですよ、クラブハウスから。ああ、距離があるから、はい、でそこで絶対出待ちしてる人いるんですけど、まあ、大体ハッサンとかその結構人気ある選手とかを先に行かせて後ろから猛ダッシュで行くっていうその餌食にしてどうか、はい。海外を意識したのはプロになれるってなってからですかね。2年半後に海外に出るっていうのを、まあ、目標というか決めてて、そのまんま2年半後に移籍できたっていう感じです、ね。すごいや、まあ、そもそもフランクフルトにはもう戻るつもりはなかったんで、その時。ああ、そうなの。自分自身がこうフランクで出れる賞、イメージ、ね、イメージつかなかったし、また違うサッカーに触れ合えるのは、まあ、嬉しいことだなとは 思いましたけど、でこうまくいってない時にやり続けられるかとか、はい、そういう芯の強さっていうのが、まあ、僕自身も他の選手よりもある。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたこのトークは。いや、すごい楽しかったです。楽しかった、はい、結構喋るよね。そうですね、まあおしゃべりなんで。おしゃべりやよ、あんまりそんなイメージなかったから、こっちが入る隙間あんまなかったすげえ喋ってたからさ。その結構監督やるとかそんな多分、ま、みんな知らなかったんで、はい、いや俺的にはちょっと引き出せたかなとは思ってます、はい。聞き上手でありがたかったです。俺の評価をこれ主役じゃないんですけどじゃあ改めて、はい、自分らしさとは何ですか。まあ、僕自身も本当にありのままでこう自分が良くも悪くも思ったことをそのまま口にしたりだとか、こう、まあ、裏表っていうのはない人間だと思うんで、まあ、そういうのが僕なのかなっていうふうに思います。それがプレーにも出てくるってことね。自分らしさをプレーでは出てくる。はちょっと、まあ、プレーはどっちかというと監督 の言ってることをそのまま忠実にやる犬って感じですか。分かりました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。フォルクスワーゲンのフル電動 SUV ID.4 は乗る人のことを思ってこだわり抜いた人にも優しい電気自動車です。初めて電気自動車に乗る人でも今までと変わらないスタイルで楽しめるフォルクスワーゲンの全てを注いだ一台です。電気自動車という先入観にとらわれないスタイリッシュで洗練されたデザイン、クラス最大級の2室を備えたゆとりあふれる室内スペース、大容量のリチウムイオンバッテリーシステムでロングドライブも快適に楽しむことが可能です。オイルやプラグ交換が不要な ID.4 には安全性快適性も備わっています。フォルクスワーゲンオールインセーフティは事故を起こさないよう予防し、万が一の時のダメージを可能な限り軽減、二次被害の防止までをトータルで実現します。さらに国の補助金制度も受けられ、充電が最長1年間無料というのも嬉しいポイントです。電気自動車に乗ってみたいあなたに、エントリーモデルの ID.4 ライトはお求めやすい価格設定となっています。今なら嬉しい25万円購入サポートも。等身大の理想が叶う人にも優しい EV ID.4、 ぜひ一度お近くのフォルクスワーゲン正規ディーラーで試乗してみてください。フォルクスワーゲン。